女子ゴルフの渋野ひな子23イコールサントリーが石川亮、30イコール復権の起爆剤になるかもしれない渋野ひな子は今季から米ツアーに本格参戦2週前のメジャーシェブロン選手権で4位に入るとハワイで行われている今週のロッテ選手権3日目 15日イコール日本時間16日を終えて通算7アンダーの2位昨年前半はスイング改造の影響で思うような結果が出なかったものの2019年 AIG 全英女子オープン覇者にふさわしいプレーぶりだ一方の石川は2019年12月を最後にツアー優勝から遠ざかるなど制裁を欠く 国内ツアー開幕戦、東立ホームメイトカップで予選落ち。参戦中の関西オープンでは、首位と11打差となる通算2にアンダーの16位で17日の最終ラウンドを迎える。昨年10月には米国からの帰国後に隔離破りを犯し、日本ゴルフツアー機構ヤジーティオから処分を受けた。 ツアー切手の人気者だけに復活が期待されるそんな中ツアー関係者からこんな声が飛び出した渋野日向子がロッテ選手権で自家ドラにチャレンジするなど思い切りの良いプレーを披露していることもあって石川選手もツアーで自家ドラをやっていましたし渋野ひな子さんのそういうプレーぶりや活躍が刺激になるのではと指摘 石川は信仰のある渋野ひな子にスイング改造に関するアドバイスを授けたこともあり自身もうかうかしていられなくなるというわけだ果たして渋野ひな子の成績上昇とともに石川も上り調子になっていくのだろうか渋野ひな子暴動、ガンミでみるみる上昇24バディ68で11位から一揆3歳いざ2勝目米女子 ゴルフツアーロッテ選手権、第3日、2022年4月15日ハワイ州、ホアカレー CC イコール6603ヤード。パー727だ、さ11位から出た、渋野ひな子、23イコールサントリーが4バーディー。ボギーなしの68とスコアを伸ばし、通算7アンダーの2位に浮上した。首位とは3だ、さ、 19年の AIG 全英女子オープン以来、約3年ぶりとなる A ツアー2勝目を目指す。72にまとめたキム・ヒョウジュ、26イコール韓国が通算10アンダーで首位を維持した。ゴルフの4日間大会で、第3日はムービングデー。予選カットの後、最終日を前に順位が大きく変動することからそう呼ばれる。 渋野日な子は自身の順位がどんどん上がるリーダーボードを結構見てたかな。17番はがんみしてた。ほろ苦い記憶を払拭するついたちとなった。前半は危ない場面もあったけど、オールパーでしのいだ分、後半に伸ばすことができて、すごく嬉しい2週前の前線。シェブロン選手権。 首位で迎えた第3日に77と崩れて交代した。先々週は苦い思いをした。だが、今週は違う。前半はピンチを迎えながらも9ホール。パーを拾い続けた。それが後半につながる。10番で初バーディーを奪うと、11番パー5では第2打で、 フェアウェイから1ワットを使う。直、ドラを選択。グリーン手前まで運び。スコアを伸ばした。この日、フェアウェイを外したのは1ホールのみ。3日間のフェアウェイキープ率は83.33%に達した。強風下でも安定している理由は、風と喧嘩しないこと。向かい風だから取りきまず。 王風には球を乗せる意識で自身のスイングだけに集中できているというその精度が高いからこそ直ドラも選択肢になる日に日にショットの精度直ドラの精度が良くなっているので明日も使えたらと宣言した最終日最終組は首位から出た20年の全米女子オープン以来だが 今回は3打差を追う立場。全然違う。気が楽というのも変ですけど、追える立場はいい。笑顔で終えられるように頑張る。自然単位で、米ツアー2勝目に挑戦する。逆転 V 狙う渋のひな子の前に立ちはだかる、最強ライバル、レベルが違う現地時間16日土曜日の午前11時40分。 日本時間17日午前6時40分に渋野日向子が最終日最終組の1人としてプレーを開始する3日目を終えてトータル7アンダー2位対トップとの3打差を追いかけるラウンドになる同組で回るのは3日目を終え単独トップに立ったツアー4勝のキム・ヒョジュ韓国と渋野日向子と並ぶ2位のブリアなど 米国。どうも初優勝がかかり気合が入っているだろうが実績で数枚上手の表示は優勝を争う相手として脅威だまだ16歳だった2012年にアマチュアながら日本ツアーのサントリーレディスを制覇この最終日には61をマークした14年には エビアン選手権でメジャー制覇も果たしている。現在の世界ランクは13位だが、トップ10常連の実力者で、猛者が集う韓国の代表争いを制して、作家には東京五輪にも出場した。そんな相手を前に、渋野ひな子はすごい楽しみと張り切る。そして、レベルが違うので、 勉強しつつ「追いつけ追い越せできるように頑張ります」と強敵護衛への意気込みを示した強い風が吹き荒れる範囲のコースでは何が起こるかは分からず後続の選手たちも腰たんた々と優勝を狙ってくるはずとはいえここまで支部のひな子もショットパッとともに安定感を見せつけてきた 誰が相手だろうと、まずはしっかりと自分のプレーに集中し、海外に一生目に向かって突き進んでもらいたい。